石川県立金沢緊急中学校、高等学校は石川県金沢市区母六丁目にある県立中高一貫校。石川県の県庁所在地金沢市の南部に所在。段階の世代の高等学校進学に合わせて1963年開校。戦後の学生改革により、後傾校を失っていた旧制石川県立金沢第二中学校の後傾校として設置され、 校明は、道中の校歌の一節、紫二色料に由来する、同窓会組織も共通。2004年、石川県立金沢近急中学校を新設し、併設型中高一貫教育を開始した。現在、石川県の公立学校では、唯一の中高一貫校、通称二色。高い志を育み、豊かな心と知性、健やかな体を培い、 地域や国家、国際社会の持続可能な発展に貢献できる人材を育成する。平日7元授業で全学年の土曜補修に加えて、3年生は2003年度より4月より8元補修を実施。修学旅行3泊4日。北海道。2年生対象。紫西記載2日間。この項目は、ウィキプロジェクト、学校の 高等学校テンプレートを使用しています。ありがとうございます。